中村文則は日本の小説家。愛知県東海市出身。愛知県立東海南高等学校、福島大学行政社会学部、応用社会学科卒業。フリーイーターを経て2002年に10で第34回新潮新人賞を受賞しデビュー。2004年、社交で第26回野間文芸新人賞、2005年、土の中の子供で第133回芥川龍之介賞、2010年、スリで第4回大江健三郎賞を受賞。同作の英訳、ザ・シーフはウォール・ストリート・ジャーナル誌で2012年のベスト10小説に選ばれ、2013年のロサンゼルスタイムズブックプライズにもノミネートされた。悪と仮面のルールの英訳は、ウォールストリートジャーナル誌の2013年のベストミステリーの10作品に選ばれる。2014年、ノワール小説への貢献で、アメリカでデイビッド・グーディス賞を受賞。ドストエフスキーやカミュー、カフカなどから影響を受けており、普遍的な主題に特徴があり、ミステリーの手法も取り入れている。重厚で陰鬱な作風とは対照的に本人は明朗な性格である。交流のあるお笑い芸人、作家の又吉直樹がそのギャップについて尋ねてみたところ、暗いことで人に迷惑をかけるのやめようと思ったんだよと答えたという。漫画家の久世伴氏とは同郷で小学校から高校までの同級生だった。2012年の対談では中村文則という名前がペンネームであることも語っている。また、ダンスチームはムツンサーブノリキッチョとは、大学時代からの友人である。演劇ユニットアンクス、バイオリニスト島田町子、ロックバンドノンシープなどを自身のウェブサイトで紹介したり、役者の綾野剛との親交も深く、他分野とのつながりも広い。小さい頃はほとんど本を読まず、高校生の時にものすごい孤独に陥って、小説と出会った。また、読書感想文も好きではなく自分で勝手に話を作って、馬と少年を読んでという題名で提出したことがある。初めて物語を書いたのは小学校1年生の授業で、浦島太郎の続編として創作した浦島二郎で、浦島太郎の弟が亀に復讐する話だった。同番組での子供たちに勧める本は?という質問に対して、よくある物語をただ読むのではなく、親が、君だったらどう変える?どう変えたら、君好みになる?という風に問いかけるといいと答えた。続けて、強いて言うならと挙げた本は、グリム童話で、日本の童話は、勧善懲悪者が多いから、海外の子供たちと同じものを読んでみるのも、面白いのではないかと語った。劇団文学座に所属している俳優の上田桃子。亀田義明、斎藤祐一、美術家ののりぽー、宮部博士が企画、制作する演劇ユニットで、2012年8月に短編集、世界の果てから、世界の果てを舞台化した。ありがとうございます。